だよ、はい、来年からの運気を変えるために、うん、徹底的に、だよ、めっちゃ見てますね、どうしたんです、うん、今日は、はい、もうなんかエキセントリック少年ボーイだね。そうですよ、エキセントリック、エキセントリック少年ボーイですよ。すごいわ、はい、久々に炸裂してるね。パープルすぎるぐらいパープルで、おお、もうパープルレインよりパープルだね、はい、パープルレインって何ですか？プリンス。プリンス、うん、あ、そうなんですね。プリンスって何ですか？プリンスって歌手いたじゃない。あ、そうなんですね、うん、パープルレインだよ、名曲中の名曲ですよ。あ、そう、どんな歌なんです？パープルレイン。あ、なんかちょっとすごい悲しい歌ですね。パープルレインって紫の雨って意味だからね。ああ、分かんないと思うけど、超常現象ですね。超常現象だね、はいはい、まあいいね、はい、鮮やかだね。そうですね、やっぱジャニーさんはやっぱそういうのを言ってほしいな。はい、こういう感じでね、やっぱそういう感じで、やっぱジャニーさんってさ、僕の中ではやっぱり光り輝く太陽なんだよね、はい、なんすかそれ。やっぱジャニーさんってさ、やっぱ沈まぬ太陽だから、はい、うん、いつもやっぱそうやってさんさんと輝いておいてほしいよね。ああ、ありがとうございます、うん、多分見てる方もね、そういうのを望んでると思いますよ、はい、あ、努力したいと思います、うん、かっこいいな。でもたまに調子に乗るなジャニーみたいなコメントもいただくこともあるので、ね、まあ今日も頑張っていきましょう、はい、やりましょう、はい、はい、今日は2020年の運気を変えるためにどうしても2020年中に掃除しておいてほしい場所、うん、ナンバーワン、やっぱトイレだろうね。そうですね、うん、ちょっとそこについてもっと詳しく教えてほしいですね。いや、トイレはね、もう僕の動画の中で30分ぐらい喋ってんじゃないの。もう、いや、もう喋り尽くして語ることないよ、もう。あ、そうなんですね。もう語り尽くしたね、トイレはね。じゃあ、語ったこと、うん、あることを、うん、あたかも初めてかのように話して、あたかも初めてかのように、はい、うん、やっぱトイレ掃除はね、やっぱり、はい、やっぱ家の中で守ってくれてるのはうっさま明王様だから、やっぱこのうっさま明王様に喜んでもらうということに専念をするためには、はい、やっぱりトイレは神社仏閣だから綺麗にするっていうところだよね。うっさま明王様は何です？うっさま明王様は神様だよね。あ、神様の不動明王の化身だから。あ、不動明王の化身なんですね、うん、そうそう、不動明王だから、うっさま明王様って後ろが燃えてるんだよね。はいはいはい、はい、だからもうトイレにある不浄なものを全て焼き払うというね。あ、そうなの、僕たちの、あの排泄物とか。そう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 、焼き払ってくださる。うん、あ、そうなんですね、うん、ありがたいですね。ありがたいよ、はい、うん、だからそれぐらいすごい方だからね。あ、そうですね、うん、だからこのうっさま明王様がトイレを守ってくれてるから、やっぱりそのね、守ってくださるトイレというのは徹底的にきれいにしていくということだよね。うっさま明王様トイレ担当なんだ。トイレ担当だね。あ、そうなんですね、うん、トイレ担当だけど、やっぱり僕の中ではこう家の中で一番力が お持ちなのがこのうっさま明王様だから、やっぱこのうっさま明王様を喜ばせるということにベクトルを向けてフォーカスして、はい、トイレを徹底的にきれいにしていくということだね、はいはいはい、だからうっさま明王様に喜んでもらえる環境づくりをしていかなきゃいけないわけだから、はいはい、うん、そうやってね、きれいにしている背中を見せ続けていくと、はい、うっさま明王様がエコひいきをしてくれるというふうになってるわけだから。ああ、そうなんですね、うん、ただもうこれすぐじゃないんだな、はい、うん、あ、すぐじゃないんです、ね、すぐじゃないんだ、はいはいはい、やっぱこの辺もやっぱりロングアイズでウォッチングしてくれ、やっぱり長い目で見ていかないと、はい、やっぱり見ていかないよね、はいはいはい、ロングアイズでウォッチングする、うん、ロングアイズでウキウキウォッチングするぐらいじゃないと。タモリいいと思う。あ、そうなんですね。だから皆さんなんか結果をすぐに求めすぎるんだよね。あ、ちょっとあると思います、それ、うん、だからもう本当なんかトイレ掃除したもうその日のうちに何かあってほしいみたいな勢いだから、うんうんうん、ないからね、それは。そうですね、うん、やっぱりそれを習慣になって初めて変わってくるから、はいはい、うん、だからそう歯磨くのと一緒ぐらいのこの習慣化していくと、うんうん、やっぱり面白いことあるよね。あ、そうなんですね、うん、いや本当にいっぱいこの講演とかしてても自己報告が、いや自己報告多いね。はいはい、うん、そうですよね、臨時収入入ってきましたとかね、彼氏ができましたとか、はい、結婚しましたとか、はい、まあそういうの本当に多いけども、やっぱりトイレをね大切にしてる人は面白いことありますよ。そうですね、うん、やっぱりそういう方はうっさま明王様に喜ばれているんでしょうね、はい、そういうことがある人というのはね。そうですね、うん、その2020年中に、うん、もうすべてのそのうっさま明王様の環境をなんだろう、整えていくことだね、はい、うん、やっぱり埃のない空間にしなければいけないし、はい、あとはもうそのトイレはさ上に換気口があるけども、この換気口っていうのは埃だらけなんだ、ほとんどの人が。あ、そうですね、もうあそこはもうつららのようにもう埃がもうつらなって
ビラビラしてるから、はい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 、はい、うん、あの辺 もうプランプランしてますね。プランプランしてるから、はい、あれも本当に徹底的に綺麗にしないといけないよね。そうですね、うん、だからもう天井もそうだし壁の上の方っていうのもやっぱり目には見えないけどやっぱり埃がたくさんあるから、はい、あの辺も綺麗にしていくってことだね。だからまずはその埃のね、神様は埃嫌いだからね。はいはいはい、はい、うん、埃イコール邪気だから。あ、埃が邪気なんですね、うん、埃イコール邪気だからやっぱりそういう埃のない空間というのが、はい、だからもうトイレ汚い人宇佐美代さんはもういないからねそこに。ああ、そうなんですね、うん、一番強い神が家に不在の状況ってめっちゃ怖いですね。そうそうそう、だからもうそれは非常によろしくないのでまずは綺麗にして帰ってきていただくというところだね、はい、うんうんうん、やっぱ宇佐美代さんを敬って大切にしていけばトイレ綺麗にしていれば必ず帰ってきてくれるからね。そうですね、うん、やっぱこれを実践しないといけないよね。そうですね、うん、絶対的にこれは大王そのいろんなトイレの、うん、例えば天井とか壁とかあるじゃないですか、はい、拭くときに、うん、なんか大王だったら今年はなんかどういうものを使ってとか、うん、そういうのあります？どういうものを使って、はい、なんだろう、例えば雑巾で拭くケースもありますし、なんかそのパタパタみたいなやつで埃を払う、うん、パタパタは全く意味ないね。あ、パタパタは意味、パタパタ埃舞って終わりだから。あ、舞って終わり、あのトイレの中の密室空間の中でパタパタやったって、はい、もうすぐパタパタになるからそうなんです、うん、意味全く意味ないね。パタパタ無意味、パタパタ無意味だね、はい、もう全く、うん、あとはなんかそのクイックルみたいな、あ、いいと思うよ、クイックルワイパーのね、はい、その使い捨てのやつでもいいと思うけどね、はい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 、うん、だからもう何使ってもいいからね、もう綺麗にするってことですよ。なるほど、うん、何も考えずに綺麗にするってこと、はい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 、うん、でももうそこに尽きるよね。はいはい、うん、そうですね、もう徹底的にきれいにする、もうこれに尽きるよね、はい、うん、あとはだからその便器を磨くっていうのは本当に大切だから、はいはい、この磨く姿が上から見てる人にとっては美しく見えるらしいからね、これいかに磨いていくか。だって僕の師匠なんかもう毎年ね、はい、あの年末になるともうトイレ3時間掃除するって言ったからね。3時間か、そうなんですね、もう便器3時間磨くって言ってたから。磨きだけで3時間、磨きだけで3時間、うわそれはすごいですね。もうこれを年間行事の中に組み込んでるって言ったからね。あ、そうなんですね、うん、やっぱそれぐらいやっぱトイレっていうのは大切なんだよね。はいはいはい、うん、だからもう師匠はやっぱりすごいトイレを大切にしてる師匠がいるから、はい、もうこの師匠はもう磨き上げるということに命をかけてるね。あ、そうなんですね、うん、だから磨けば磨くほど己が磨かれていくんだよね。これはじゃあ2020年中に己をマックスいけるところまで磨き上げないといけないですね、うん、そう本当にそうだよね、はい、だからもう便器裏側とか多分掃除したことあんまないはずなのでホコリとか結構溜まってんだよね。そうですね、うん、だからああいうとこももう毎日磨くってことをね、まあ、習慣して化していけばいいんじゃないのかなと思うけどもね。そうですね、結構ね便器の裏とかねトイレもうホコリすごい溜まるんだよね、うん、ものすごい、うん、実はねものすごいホコリ溜まる。ああ、そうなんですね。だからこのホコリもねやっぱり毎日掃除してほしいよね。そうですね、うん、もうとにかく何も考えずにねもうトイレはもう本当に磨く、はいはいはい、だからねマットがねマットある人もない人もいるだろうけどマットある人はマット剥がしてさ、はい、やっぱ、はい、床も磨かなきゃいけないし、そうですね、便器も磨かなきゃいけないし、はい、うん、でも一、ね、回大掃除しちゃえばねあとはその状態をキープするってことだから、うん、結構そんなに大変じゃないのよ一回大掃除さえしてしまえばね。なるほど。だよ、なんかその年末に宇佐美代様に対してする挨拶とかってあったりします、うん、年末に向けて挨拶、はい、やっぱり大晦日はねその1年の感謝を述べるよね、はい、あ今年1年っていう。そうなんですね。もうやっぱトイレに正座してちゃんと挨拶するよ。ああ、そうなんですね。もう手合わせてありがとうございましたと、もうありがとう今年1年本当ありがとうございましたっていうのは、はい、うん、あ、なんかもう朝も必ず挨拶するよ。朝一はもうその大晦日の日はもう、はい、宇佐美代様今年1年ありがとうございましたと、今日大晦日でございますと、うん、もう今年1年ね宇佐美代様と共に走り駆け抜けてきましたと、はい、駆け抜けて本当にありがとうございましたと、はいはい、であとはもう本当にねそのね夜の12時近くなった時に、はい、もう一回挨拶行くよね。ああ、そうなんですね、うん、今年もね無事に1年本当にありがとうございましたと、宇佐美代様の、うん、宇佐美代様のおかげでね今年も無事に1年、はい、もう健康でね何事もなく平穏無事に、うん、終えることができました、うん、これも一人に宇佐美代様のおかげでございますと言ってね、うん、もう三つ指ついてその後挨拶するよね。ああ、なんかその際になんか宇佐美代様に差し入れというか、うんうん、あ、いいんじゃないの。それはしたことないけど、はいはい、接近参りはしたことないけども、はい、いいと思うよね。ああ、だからそれを年間行事の中に組み込んでもいいよね。そうですね、うん、で新年明けるじゃない、はい、明けたらまずまた挨拶行くね。そうですね、うん、また2021年、はい、今年もねもう一生懸命喜ばれる存在になるべく精進してまいりますと、
挨拶するね、うん、はいはい、そうですよね、うん、分かりました。だから本当そういうふうになんかトイレを大切にしてね、本当やっぱり大切にしたものからしか大切にしてもらえないから、はい、やっぱりうっさんの要素も敬って大切にしていけばうっさんの要素も大切にしてもらえるからね、もうトイレはもうマストだからね、まあぜひやってほしいなと思いますね。そうですね、はい、徹底的に徹底的にやりましょう。何も考えずにトイレはきれいにする。ご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。コメント、チャンネル登録、グリーンボタン、高評価ボタン、なんでかけてくれるんですか。練習と違うじゃないですか。なんでなんだ、なんでだ。登録してね。よろしくお願いします。